三笘薫が、2027年6月までの新たな長期契約にサイン。三笘がライス。俺の日になったぜ。週末前の金曜日に見るには、素晴らしいニュースだよ。このクラブの、レジェンドの一人になってくれ。長い間待っていた素晴らしいニュースだ。ES。さらに4年。三笘薫がアメックススタジアムの滞在を延長、シーガルズよ、嬉しいかい。ベストプレイヤー、ドリブルの勉強のために学校に行った男、三笘。このニュースを見た、プレミアリーグの右サイドバック。これは素晴らしい知らせだ。俺らは特別な選手を見続けることができるんだ。クラブが良い仕事をしてくれたね。三笘はリーグで最高のウィンガーの一人だ。彼のドリブル、フィニッシュ、そしてテクニックは最高レベルだ。三笘はブライトンにとって、とても重要な選手だ。三笘の残念な決断だ。もしトロフィーとバロンドールを取りたいなら、うちに加入するべきだよ。この小さいクラブに居続けると、チャンスは限られてしまうぞ。三笘薫がアメックススタジアムでの滞在を延長してくれて、本当に興奮してるよ。彼の才能と献身性は、シーガルズにとって大きな財産だ。彼の素晴らしいパフォーマンスを見るのが待ちきれない。2億の契約解除条項を盛り込んでいるブライトン。彼はブライトンのおかげで、ポルシェをたくさん勝ち取るだろう。正直な意見、三笘が大活躍するなら、このクラブを離れて、マドリーやマンチェスターユナイテッド、バルセロナのような、より大きなクラブに行く必要がある。大手が追いかけてくる前に、より多くの資金を確保する。彼の契約解除条項と評価額は、2億5000万ポンドになっているはずだ。マンチェスターユナイテッドにすぐ来るさ。ありがとうブライトン。マンチェスターユナイテッドのファンたちは休んでいいぞ。カオルの新契約を祝うために、時間を取ったデゼルビ監督。何年契約？5年？6年？もう4年です。アミーゴ、嬉しいよ。